い、こんばんは。映像入ってませんでしたね。録画、音声入ってませんでしたね。失礼しました。はい、スピーチャル TV での、緊急塾、担当はスピーチャル研究家の、小泉です。こんにちは。ということでね、今日も始めてまいりたいと思います。はい、あまり何も考えてないんですけど、今日どうしようかね。なんか質問ありましたら受け付けたいと思うんですけどね。はい、ちなみに緊急塾というのは、天の鳥がですね、何か起こる前にですね、先にこうコケコッコーと鳴くという、ね、中国の逸話から来ているものなんですけどね、このテレビはですね、世の中の人が、こうなるよっていう前にですね、もっと早めにどんどん、この世の中がこうなるよっていうことで、ね、最新の状況をですね、説明していって、それに合わせていこうという、回なんですけどね、よろしくお願いします。はい、それでは今日はですね、はい、リマさんおはようございます。 KKY さんおはようございます。ペティさんおはようございます。チョコリンコさんおはようございます。ということでね、始めてまいりたいと思います。でもまあちょっとあんまり考えてないんですけどね、どうしようかな。あ、プリンさんこんばんは。まあね、先週は神戸に行ってたんですけどね、神戸に行っていろんな方とこうお会いできましてですね、すごく休校も温められましたしね、新しい流れとかがだんだん出てきてる感じがしてよかったですね。すごくね、昔ね、神戸大震災で、阪神大震災でね、すごく状況になったんですけど、そこからね、復興されてすごいなと思いつつ行きましたね。はい、15年ですよね。すごいですね。話聞くところによるとですね、今回の福島の時のですね、方々を神戸の人がこう招いてですね、皆さん頑張ってくださいと、私たちも15年かけてここまで復興しましたからね、絶対に復興しますからっていうことでね、そういう励ましたっていうね、話とかを教えてもらいましたね。なかなかすごいなと思ったんですけどね。ということでね、今日何していこうかな。こういう時はね、パラパラストップだな。よいしょ。ちょっと夜の番組なんだけどね、朝風でちょっと行ってみましょうかね。心の扉を開く、ちょっと読んでみたいと思います。ストップ。これはあらゆるレベルで与えなさいって言いますけどね。自分の基準を高く保ちなさい。高ければ高いほどいいのです。不注意になったり向こう水になってはいけません。いつでも完璧であることを目標にしなくてはいけないのです。とても到達するのは不可能に見えるかもしれませんが、それでもそこに向かって歩み続け、自分の可能性を伸ばし続けるのです。凡庸なもの、心を入れず愛もなしに行われたものに決して満足してはなりません。それが何であろうとも、自分の行為はすべて私を尊むものとして、私の輝きを表すものとして行うものです。すべてを私のためにすることを目指すとき、それは最も崇高な目標となり、自分として最大限の力を続けない限り、あなたは決して満足できないでしょう。自分を忘れ、人に尽くすことを学びなさい。そうすれば、どのレベルであっても、与えるということに、きっと真の喜びを見出すに違いありません。与えるという行為は、様々なレベルで可能であることを忘れないでください。高いレベル、低いレベル、霊的なもの、あるいは物質的なものもあります。どんなレベルであろうとも、自分を与え、真に心を込めて与えなさい。そうすれば、与えれば自分も与えられるんだということがわかるでしょう。ということで、8月5日、あらゆるレベルで与えなさいというね、のが来ておりますけどね。はい。というので、ね、この前もちょっと話した時あったんですけど、ね、天理教の教えでね、人を助ければ我が身、人を助ければ我が身助かるっていうような言い方のやつがあるんですよね。ちょっと表現違うんですけど、ごめんなさい。
で、それでね、やはりこうどこのね、内容でもね、その言ってる内容ってのはどこよりでも同じなんですよね。ただ表現がちょっと違うだけで。だからやっぱり人を助ければ自分が助かってくるっていうことですよね。で、今回もありがたいなと思ったんですけど、神戸行ったですね、結構おごってもらったりとかいっぱいしたんですよね。本当にありがたいなと思うんですけどね、泊めてホテル代出していただいたりとかですね、本当にありがたいなと思うんですけどね、そういうところもありまして、だから、まあね、僕はどこまで与えられてるか分かんないんですけど、まあ、テレビっていうね、メディアを通してですね、与えるってことがまた戻ってくるんだなっていうのを実感させていただいた1週間だったですね。はい、ね、ありがたいです、はい、ね、まあ、っていうことなんですけどね、うん、ピカイアさんに泊めてもらった、あ、ピカイアさんではないんですよね。あ、プリングレスさんかな、プリングルスさんかな、ありがとうございます。プリングさんってあんまり見たことないかな。どうもありがとうございます。でもね、ありがとうございます、来ていただいてね、うん、あ、いや、ネコピカイさんと泊まってもらえばよかったねいや、忙しいと思ったから連絡つけなかった、うん、そういえば、うん、そういう猫と一緒にね、寝られたかもしれないですね、うん、まあ、僕泊まったのはワンちゃんホテルだったんですけどね昼間行くとワンちゃんがね、下のレストランとかにいるっていうホテルだったんですけどね、で、愛犬家の方がね、ちょっと集まってきてそこでね、お話したりとかしてるホテルだったんですけどね、うん、そのスイスシャレっていうね、スイスレストランも行ってきたんですけど、あそこの奥さん、その奥にね、やっぱりそのドッグをケアするところがあるんですよね。で、そこにエネルギーをこう、ね、犬ちゃんにあげたいとかですね、アニメのコミュニケーションしてるってことなんで、ね、あ、なるほどねと思って行ったんですけどね、うん、プリンさん、放送で久しぶりに神戸の素敵なエネルギーを感じることができました。あ、リーさんも素敵でした。 ありがとうございますプリングルスさん、まあ、ちょっとタイトルつけておかなかった、いや、あれ、これ勝手に好きだったんだけどさこれから聞いてみようかなと思って、いや、あ、だからなんざらでもない感じがしたんで多分大丈夫だと思うんですけどね、本人聞いてダメだって言ったら名前変えます今から、そんな感じなんですけどね、はい、いや、でも本当に白魔女って言っても白魔女の方ですからね、本当にいい方のね、魔法使いですからね、いいと思いますよ、うん、あれ、サリーちゃんがね、大人になってちょっと年を取ったみたいな感じになってる人じゃないかなと思うんですけど、ね、いい魔法使いじゃないかなと思うんですけどね、うん、はい、うん、よいしょ、こうしたらどうしようかな、ちょっとパパパッとやってみようか、こう本棚から見つけてちょっとやってみましょう。パッ、じゃあこれ神のメッセージ、佐藤信之さんですね。これもパラパラストップで見つけてみましょう。パラ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 ストップ、これ、うーん、これはちょっと分かりづらいので、パス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 、あ、パスです。ごめんなさい。はい。自分を認め切ったとき、無限の力が出てくる。うん。自分自身を認めたら、認めた分だけ力が出てくるものである。自分自身を認めることが自信を持つということである。100の力があるのに、1しか認めていなければ、1しか力は出ない。しかし、10認めれば、10の力が出て、30認めれば30の力が出る。100の力があることを認めたとき、初めて100の力が発揮されるのだ。100の力を認めて訓練すれば、今まで眠っていた力が出てくるのだ。自分の持てる100の力を全部認めるようになることだ。100の力を全部認めるようになるためには、あなたが神であることを自覚することだ。なぜなら、神は 100% だから。もともとある自分自身に気づけば気づくほど意識は高まるのである。自分を認められるようになることがあなたの人生を素晴らしいものにするのだ。というものがありますけどね。
あのよく火事場の、バカ力みたいなね、もんもありますけどね、ほらあの、まあ、潜在あのね、ピンチの時だとすごい力が出るんだけど、通常時はそんな力なんか出ないっていうのもありますけどね、だから人間にはその隠された能力って結構あってですね、まあ、スピーチャルでね、どんどんこう、やっていくに従ってですね、自分の能力ってどん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 開いていってですね、いろんなことができることが分かってきますよね。今までこう自分をすごい過小評価してたわけですよね。だけど実際にはすごい力が、あるっていうことですね。だからそれに気がつくとですね、本当にすごいいろいろなことができてきますよね。自分の思ったことが実現していったりね、しますしね。まあ皆さんもね、どういうふうにそれを使うかは自由なんですけどね、すごくもったいないのはね、自分のことを知らずにね、自分のことってすごく、まあ、つまんない存在だとかね、そういうふうに思っててね、いるとですね、ちょっとすごく残念だと思うんですよね。本当に一人一人は素晴らしい存在なので、まあ、このテレビでよく言ってますけどね、本当に神だっていうかね、一人一人は神様の分け身玉ですからね、一人として神ではない人はいないのでね、その人がね、この自分のことをね、どうしようもない存在なんだって思っててもね、それはまあそういうゲームを楽しむだけいいけどね、すごいもったいないんですよね。どうせだったらね、本来の自分の神としての力をね発揮してですね、この世界にいろんなことをやって楽しんでいけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、はい、プリングルスさん、昨日ゲイツさんが 初インカ出した小説やってたんですけど、どういう波乱が起きてますか？波乱は起きてないね。あのね、なんていうのかな。いや、もう予想してるんたんですよ。もう出るっていうのは。っていうか、もう時間の問題だなと思ってたんで。私を含めて皆さん。だから出るだろうなと思ったんだけど、でも一つだけびっくりしたのはね、すごく若い感じじゃないですか、彼女がね。若い感じだし、で、2つぐらいポイントがあったんですよね、彼女が早く取れた理由っていうのがね。多分彼女の入門しか4ヶ月ですよ、たった4ヶ月ですよ。それでね、看護だと3ヶ月で取っちゃったって人ももちろんいるんですけど、4ヶ月っていうことでね、すごいスピードだったんですけど、結局ね、素直ってことってこと、あと真剣だったってこと、やる気が、それに対してすごくフォーカスしてた。もう本当にやるよ、やるぞっていう感じでずっと頑張ってたわけですよね。だからその意欲がね、そこに到達させたと言えますよね。だからね、ああなるほどねと、ちょっとやっぱりそういったね、例えば経験とかじゃない、悟りに関しては、ね、経験とかじゃないところがあるんですよ。これはもうやる気とですね、あとその人のなんていうのかな、素直さ、それを受け入れてそれをやっちゃう力ですね。そういうのがすごく重要だなっていうふうにちょっと認識できましたけどね。だからね、僕はね、ああこれでまた日本人の人がね悟りやすくなるなと思いましたね。はい、他の人はやる気と素直さが足りなかった。なんでなんか比べているのかよく分かりませんが、そういう問題じゃないんだよね。僕が見るにね、例えばその人のペースっていうのもあるんですよ。だから早く取れたから偉いっていうのもまたちょっと違うと僕も思ってるんですよね。たまたま彼女はそういうタイミングであったし、魂の準備ができていたとも言えるんですよね。だから全ての人にそれが当てはまるかって言ったら当てはまらないので、ゆっくり山を登る人も OK だし、早く登る人も OK っていうことでね。でもまあ早く登るにはどういうやり方があるのかなって言った時に、素直とやる気だなっていうとこですね。それがポイントであった、だと僕は思うんですけどね。ですから、まあ、ゆっくり登ろうが、早く登ろうが全く問題ないっていうことですね。で、まあ、宇宙ってのは自由意志のが認められている存在、場所なので、その人が早くやろうが遅くやろうが全く関係ないんですよね、またそれもね。だからそれも、またね、あれは意味がないんですよね。意味がないって言うんじゃ変だけど、だから、まあ、確かにこの世界的に言うと、早くやるっていうのはなんか偉いとかね、そういうテスト一番取ったとかね、
あの一等賞取りましたみたいな表現あるんだけど、それっていうのとまたね、里親世界はちょっと違うんだよね。結局その人がそれを取ったことが重要なんであって、他の人は別にその人がいつかまた到達すればいいんであって、その人のペースでやれば別に構わないんですよねっていうところなんです、実は。だからそこで競争してるとするとちょっとあれなんですよね、あのもう悟りではないんですよ、うん、になっちゃうんですけどね。徳林子さん、知識不足なので印鑑をもらうことの凄さがよく分からなかったんですが、はい、これね、私もまだもらってないんでね、あの何とも言えないんですけど、ちょっとね、体験的にちょっとだけ話させていただければ、私瞑想とかを結構やり込んだ時があるんですよ。で、普段の状態で瞑想してるのと ちょっと似たような状態だなと思いますね。自覚してるっていうのは、まあ、その絶えず自分が、全てのね、をコントロールしてる存在であるっていうものを自覚していくわけですけどね、体もそうですし意識もそうだし、その状態でいるってことなんですけど、その状態が非常にね、瞑想を深くやってる状態と似てるんですよね、すごく。だから瞑想をやってるのと同じ効果が出るんですよね、うん。これはすごい面白いなと思いましたね、うん。だからね、これだから、こう瞑想をやらずとも実際に生活しながら実は瞑想してるのと同じ状態になるっていうところなんで、これはね、大したメソッドだなとちょっと思いますね。だから同じ効果だから、いちいちこう瞑想してなくても同じ効果が出るわけですからね、うん。プリングスさん、私から見てですけど、インカもらっている人はこの世に対する絶望がある気がします。みんな泣くくらい辛い体験を経てる。絶望があるかは分かんないけど、この山があれば谷があるってことですよ、要は。ね、例えばよく神様の話とかね、その人を本当に、まあ、この近景軸的な話をするんであればね、その大人物をこの世の中に生み出すために、その人物をですね、神様ってのは本当に絶望の淵に、絶望というかね、辛い体験をいっぱい積み重ねる、ところに落とし込むっていう話があるんですよ。で、そういったものから上がってきた人っていうのは本当にすごい人になってくるっていうのがあるんですよね。で、まあそれは例えば今稲盛会長とかね、見てらっしゃると分かりますけど、若い頃すごい大病されてるんですよね。大病だとかね、すごい、まあ、貧乏だとかね、いろいろなことがあってね、それを乗り越えてくれる人っていうのはあるわけですよね、うん。まあだから、でもね、そこでそれをちゃんと乗り越えられてる人と乗り越えない、来れない人もいるわけですよ、うん。それはね、人によって違うんですけどね、うん。で、本当に乗り越えた人っていうのは本当に素晴らしい人になっていくわけですよね、うん。でも全員が全員辛い体験してるかどうかっていうのを、もうちょっと因果もらってる人がそうかっていうと、もうそうでもないという感じもするんですよね、だからそれもまた、絶対そうかっていうのはそうではないかもしれないんですよね、うん。まあそういう人が動機づけになる可能性はありますけどね、うん。幸せな人はゲートに入れば入れないのかもしれない。タルコスキーのストーカーみたいな。ああ、僕、タルコスキーのストーカーってわからないです。すいません。はい。ねえ。まあ、ということでね、だから幸せな人を、これね、幸せな人がもしやった場合でもね、効果は絶大ですね、これ。ほら、TM 瞑想っていうのがあるんですよね。知ってらっしゃる方は、多いと思うんですけど、まあ、ビジネスマンとかの人であればね、 TM 瞑想って瞑想があって、まあ、ビジネスマンで禅もやられてる方もいるし、 TM 瞑想やってる方もいらっしゃるんですけど、 TM 瞑想もやっぱりそういった高い意識をやっぱり保っていくっていうことですね、瞑想によって意識、瞑想によってね、ストレス抱えにくい状態になりますからね、まあ、そういったところがあるわけですけどね、まあ、そういった高い地位にある人がそういったものをマスターしてれば、またより高いね、自分の状態を狙っていくことができるんではないかなとは思うんですけどね、だから幸せであっても、それは得たらもっと高いところに行ける可能性がありますね、うん。
動機、まあ、動機的にはちょっと弱いかもしれないですけど、まあ、でもそれは人によるんでね、向上心がある人はね、もう現実にもう幸せであってももっともっと向上しましょうと思ってる人はいるかもしれないんでね、実際スピリチュアルのね、本来の本気でやってる人っていうのは、ちゃんと社会的な地位もあってですね、ちゃんとある程度お金を持っていたりとかね、ちゃんとした状況にいる方も結構多いんですね、実は。でそういう方が、自分の心を見ていってですね、上がっていってしまうというケースはすごく実は多いんですよ。だから未病という言葉がねありますよね。まだ病気になってないのを未病って言いますよね。でだからスピリチュアル、人っていうのは実はほとんどの人が心の問題を全員抱えてるんですね。でそれを、病気になるほどではないんだけど、でもその病気になるほどでないものをどんどん取っていっちゃおうとしてるのがそのスピーチャーの人たちなんですよね。本当にそれがもっと心が病んでいった場合はね、その病気になってしまうことあり得るわけだけど、そこまではまず言ってない。でも、トラウマだとかいろんなものが時々出てきて、人生の邪魔をしたいとかですね、そういうことがあるわけですね。それをもうどん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 取っていっちゃいましょうって話でね、それを取っていったらどん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 問題が起こらなくなっていってしまうんですよね。でなんでこのスピーチャーテレビでね、その悟りの話とかが出てきてるかっていうと、そういったものをどん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 クリアしていった結果、そういうのが出てきちゃうってことなんですね。結局それを取っていってしまったら悟りのところに行っちゃい始めちゃったってことなんですよ、要は人が。だから問題がな、その人の心の問題がなくなっていったらどうなっちゃったかっていうと、悟りが出てきちゃったって話ですね、要は。でこういうような話になってきてるっていうことなんですよね。ですから至極ね、普通の状態でこういうふうになってきてるってことですね。ゲッツさんね、11月の、11、12と東京に、東京セミナーにまず来られますしね、その後16、17、18、19、20とですね、福岡の方とですね、あそこどこだっけ、ヒルトンか、ヒルトンね、福岡ヒルトンでですね、5日間連続セミナーですか、はい、ありますんで、よかったら、来ていただければと思うんですけどね、連続講演会ですね。ここだと言っちゃいますけど、その嘘偽りなく言っちゃいますけどね、前もよく言ってますけど、僕がその悟ってる人が何人もいるっていうところでですね、例えば悟ってない人が行ったとしますよね。でその人がそこで勉強していった場合、非常に速いスピードで悟る可能性が高いです。なぜかというと場ができてるからですね、それは重力場とか電磁場とかね、そういうのと全く同じです。意識場というのが人間にもありまして、例えば図書館行って一生懸命周りで集中してる人がいると、周りで勉強すると早く勉強できるっていうのがありますよね。早く集中できる、予備校で自習室がある、自習室行って、勉強すると早く自習できると、それは周りの人が一生懸命集中してるから、そのエネルギーをもらっちゃうわけですね。そういう効果があるってことですね。だから同じことをね、目指してる人がいる場所にはですね、非常に早く、新しく入った人も上がりやすくなるっていうことですね。ですからそういうのはどんどん利用した方が、いいと思うんですけどね。ということで、いい人のところにはよくね、いい人と付き合いなさいという先生が言われますけどね、斉藤ひとりさんとかね、その通りでね、いい人と付き合うと本当にね、上がりやすいんですよね。東京大学の図書館で勉強したら一流大学に入りやすいんですね。可能性はありますね。でも本人が怠けたらダメだと思いますけどね。だからその場所のエネルギーかける自分だから、自分、例えば意欲、今日意欲の問題、やる気とか意欲みたいな話をしてますけど、その人が意欲なければ何にも大成しないんですよね。やるぞっていう気持ちがないとですね。だって、だ環境、例えばさ、ねえ、どう説明したらいいんだろうな、親が例えばどんなにいい塾入れてもね、その子が一生懸命勉強する気がなければいい大学入れないでしょう、ね、そういうのと同じで、例えば本当に、例えばこの子はなんかゲームプロマンになりたいって言ってから、すごいインコンピューター買い与えてね、でいろんな本買ってあげてね、あげたけど全然その子勉強しないと、そしたら全然いいプログラマーにも何もならないわけですよ、ゲームプロマーにもね。だからその人はやる気、その環境、自分、本当はね、自分かける環境なんですよ。だから
まずやる気があって、それに環境を足してやればすごい成長しますよね、人間っていうのは。だから両方を揃えてあげることがすごく重要なんですよね。だから自分がやっぱり本気でやる気なければ、東京大学の図書館で勉強したって一大学には入れないですよ、うん、っていうことになってしまうってことですね。だから2つのトリガーがあるんですよ、自分のやる気と環境っていう。そうだから、まあ本当はだからね、今リュースさん書いてますけどね、うん、場の影響はねありますけど、本当一番強いのは自分のエネルギーなんですよね、うん、まああくまでもそれを利用するってことですね。利用するっていうか、まあ何だろう、ちょっと後押しをしてくれるってことですね、場のエネルギーっていうのはね、うん。プログラマーって言語が変わると全然昔の知識役立たないですよね。役立たないかな、役立たないとも言えない。プログラマー自体の構造は変わっていないので、そんなに役立たないということではないですね、うんうん、まあ僕昔ゲームプログラマーやってましたからね、うん、まあまあでも20代で辞めちゃったけどビジネスプログラマーの方行っちゃったから、うん、ね、うん、脇場で売ってましたけどね、僕のゲームね、うん、まあそんなこともありましたね、うん、今かけて言われても、だって興味ないもん、だって、いやかけるよ、だって、放送だって構造同じだもの、うん、だけどめんどくさいけど、まあ、だからもう 目が疲れちゃうしね、もうやだ目悪くなっちゃってるしもう興味ないですゲームは全く、うん、ね、うん、まあそういう感じです。今だからゲーム興味がゲームじゃなくて、僕のゲーム興味はゲーム、最初ゲーム作成とかそういうゲームクリエイターのところに興味がいって、で作ってて、今度ビジネスプログラムの方に興味がいって、そっち行って、でその後パソコン通信のシステムに興味があって、でパソコン通信のシステム組んだし、ハードウェアもちょっといじって作って、それで、まあ、東京 BS っていうねやつやってましたけど、まあ、日本で5番目のパソコン通信会社ですよ、あのニフティっていうね、ニフティっていうのが一番でしたけどね、でうちが 5番目だったんですけど、それをやってました、私が代表ですけどね、でその後、まあ、またいろいろやって、今度人間の方に興味がいきましたからね、人間とか宇宙とかね、そっちの方に興味がいったから、それでスピーチャーの方とかね入ってきてるところもありますけどね、うん、それでここにいるわけですよね、こんなところにねその間もいっぱいいろんなことやってますからね、ビジネス的なこともやってるし、だからまあ気が向けばまたビジネス的なことやるかもしれないし、ちょっとわかんないんですけどね、今まあこうやって人に教えようよってことでちょっと今やってるんですけどね、こうやって金経塾とかね、そっちの方に今走ってますけどね、うん、だからせっかくいろいろな情報を持っててもね、それをやっぱりみんなが使ってもらいたいなと思ってるからね、やっているわけですよね、うん、だからあのかけてったらかけますけど、うん、もう興味ないから書く気もないけどあんまし、うん、っていう感じですね。本買ってきてあのスマホのねアプリでも作るかみたいなことは、ね、できなくはないんですけどね、もう興味ないから嫌だっていう、あんま興味ないっていうか、うん、いやみたいな感じでね、あんま興味ないですけどね今はね、うん、まあだからその時にね興味あると思ったもん、人間はやるのが一番いいんですよ。だから今自分が一番力何に出るかっていうと、やっぱり平和関係のこととかね、やっぱり人をこう育てていくとかね、そういうあとスピリチュアル関係のものがちゃんとこの世の中にあの、理解されるように普及していくサポートをするとかね、そういうところに興味がありますからね、そこにはいますけどね、だけどそれ以外の今興味あるところではないからね、それはやんないですけどね、うん、あすいません、各地の料理にも興味があるみたいですね、すいません一生懸命食べております、はい、いや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 、神戸のね、あれかな、うん、あんなだっけ、あれギャレットだっけ、ガレットか、ガレットね食べましてね、ガレット食べたいなと思ってたんだけど、やっと食べられましてですね、食べたいなと思って3年ぐらい経ちましたね、そしたら三宮でやってたからね、あガレット食べられたっつって、ガレット食べましたけどね、やっぱそば粉でヘルシーでいいですね、あんなのね、うん、あこれいいなと思って食べてましたけどね、まあ、神戸はね、だ食い倒れの大阪っていうけど、神戸はね、もう高級料理の
場所みたいなところがイメージがあってね、いろんな美味しいとこあるんですよね。その点ではすごく神戸っていいですよね。ね、まあっていう感じですけどね、まあなんでしょうね、だからもうやりたいと思ったことやっていくのが本当にいいですよ絶対。だからあの力出ますしね、だから なんとでも言うんですけど、そのだから人はねやりたいと思うことしか本当は力が出ないようになってるんですよ、うん、で例えばアマゾンだとかね、あと原住民のいろんなニューギニアの原住民の方とかいたとするじゃないですか。である程度遊んでるわけですよね、うんうん、遊んでらっしゃるわけです皆さん。でその、まあ、生活のなんか狩りするとかいろいろ農業するとかそういうのはあるかもしれないけど、通常人間ってのは遊んでるものなんですよね、もともと。それがきちきちっとした時間でね何かをするってなっちゃったのは最近のことなんですよね、うん、ね、そういうとこありますよね、うん。ベルさん、こんばんは。プログラムやシステム作りの経験を通してスピとはどんなプログラムやシステムが宇宙にあるかみたいな好奇心がありました。ああ、そうですね、その通りですね、ありました。まずあの宇宙っていうシステムはどういうシステムなのかっていうのちょっとこう興味ありましたね。だからそこからちょっと僕入りましたけどね。だから最初の興味がスピリチュアルじゃなくて宇宙論、宇宙とは何かっていうところから入ってったんですね、僕の興味がね、うん。そしたらまあ研究していったら、ああなるほどね、こう物質的なものでないものも存在するなっていうことも分かってきてね。多分今ダークマターだとかダークエネルギーとか言ってますけどね、あれが解明されてくると、あそれかみたいになってるかもしれないですけどね、分かんないですけどね、だから結局この物質界以外にもエネルギーが存在していて、それが宇宙に対してなんか影響してるんですよね。まあそういうのがありますけどね、うん。だからこの宇宙っていうシステムすごく美しい、最終的な僕は美しいシステムだということに分かりましたね。本当に美しいシステムです、うん。自動で全部動いていくっていうかね、うん、あのニュートンがね、すごいなんていうかな、この宇宙っていうのはすごい巨大なマシーンみたいなものだみたいなね表現をしてるとこなんですけどね、ちょっとそれちょっとなんとなく分かる気がしてね、本当にこう全てがこう組み合わさってるんだけど、それがもう本当に寸分たかわず完璧に動いてるのが、ね、この宇宙だなっていう感じをしましたけどね、うん。チョコリンクさん、悟ったよって他者に認めるのを目指すことに違和感を感じてしまうんですが、あこれをちょっと分かりますね、うん、これも分かりますね、分かります、うん。ただ問題はね、自分がどこまで悟ってるレベルにいるかっていうのがね、判断する方法がないってことなんですよ。でまあ客観的基準みたいなのが途中にあった方がいいなとはちょっと言えるとこがあってね、それとしてはいいと思うんですよね、うん。リュウさん、いつかスピテービで、訓練ツアーを企画します、皆さんのために。あはい、それは面白そうですね、はい。リュウさん、あくまでも事故を対象にしていますよ、悟りはね他者との関係性に基づいてトレーニングするシステムを取っているのです、あそこの団体は仏教では死との問答はあっても基本は事故だけで取り組みます。うん、そっか、これ訓練の方ですかね、それともゲイツさんの方の話ですかね、うん、ちょっと分かんないんですけど、ゲイツさんの方かな、うん。あ仏教のことってことか、うん。結局悟りってね、自分自身の問題なんですよ、他者の問題関係ないんですよ、うん。そう実際にはまあ悟った仲間という意味では関係性はあるかもしれないんだけど、悟っちゃったらね、であと悟る前は教えてくれる先生としての、あとまあ兄弟弟子みたいな感じでの関係っていうのはあるかもしれないんですけど、実際問題は悟るためには自分が悟るしかないんで、サポーターにはなり得るけど、自分で到達するしかないんですよ、自分でその山を登り集めるしかないんで、そこは誰も手助けできないんですよね、うん。そういうとこありますよね。だからまあ上がったか上がんないかっていうのを、まあ、見てくれる人がいるっていうのはまあ少しありかなというとこもありますね、うんうん。カラマーゾフの教材という小説で子供に犬よけ仕掛けて食い殺す話が出てきます。それを見てなおかつ神の愛や神様を信じられるかどうか、
あのね、思考実験は皆さん結構やるんだけど、そう、結構ね、だから、ほら、いっぱいあるんだよね、そういう思考実験って。例えばこういうのありますよね、キリスト教のやつで、僕、キリスト教でもカソリックでもないんだけどさ、ほら、レイプされた人がいて、その子供ができちゃって、それを産まなくちゃいけないっていうのが、そのカソリックだったりするじゃないですか。それはおかしいんじゃないかっていう論、それを引っ掛ける人とかいるんですよね。で、そういうのは、その人母親の問題であってね、だからそれでも神がいるんですかとかね、そういうこと言うんだけどね、ね、そういうのあるじゃないですか。でもね、それはその人が思考実験で作り出してる存在であって、結局思考実験の域以外の何でもなんでもないんですよだから例えばほら、神を試してはならないって言葉があって、あれすごい実は言葉なんですよね。実際試すとですね、本当に神様はですね、そのように振り舞いません例えばほら、例えばほら、神がいるから崖から飛び出たら私は助かるはずだって崖から飛び出てください。本当に助かりませんそんな感じです。試すと絶対神様は動かないですすごいですよ。だから試すってことは、その人の心の中にそれはないっていう意識があるから、それがある以上は試さない方がいいと思いますね。ってことですね。あと、リサさんも書いてるんですけど、ゲートさんのところの印鑑はですね、あくまでも、黒帯もらいましたみたいなとこかな。初段って書いてます。武道初段って書いてますよね。そう、初段だと黒帯もらえるのかな。黒帯もらえましたみたいなもんですよ。でもほら、黒帯の上に、だって柔道だって10段ぐらいまでありますからね。ね。だから、それだけ上がまだあるんですよ。あくまでも黒帯をもらったぐらいのレベルですね。でも黒帯もすごいんだけどね。そうそう、自分でやっぱりね、そこまでいかない限りはインカは出ないんですよ。だからインカね、もらうことにこだわらなくていいと思うんですよ。だからもうどうでもよくなっちゃってくんですよ。来てますよね、僕もね。もうどうでもいいやと、どうでもいいけど自分をちゃんと見つめようって思ってますけどね。であと、自分のパターンとしてね、ああ思えば来るからいつか来るやと、でそんな急ぐ必要もないし、できれば早い方がいいけど、めんどくさいからね、ずっと集中してる時間が長くなっちゃうから、ね、だから、どっかにパスするんだったら、パスしちゃった方が早いなと思ってるんでね。基本すらできない人が日本では先生と言われてる。何の基本だかちょっと分かんないですけどね。自分のエゴとどれだけ真剣に素直に徹底的に向き合えるか、そこも大切。いろいろレベルがあってね、だとまたゲートさんのやつ以外にも、だから、リュウゼさんはほら、中国とかでね、もらってますんでね、インカとかはね、やり方とかいろいろ違うところもあるんですよ、細かいところでね、そういうのあると思うんですけどね、でも興味がある、でもね、すごく役立つと思いますよ、今見てても、あ、これはね、ビジネスとかリーダーに向いてると思った。今これ金経塾だから話してますけどね、リーダーに向いてる、あれ取っておくとね。だから TM 瞑想とかやらなくたって、全員やらなくてもね、ゲートさんのねやつをマスターしておくとね、それと同じ効果が出るから、楽ですよ。しかもね、だそのやる禅とかやる時間が省けるから、省けちゃうんですよ。それだって通常時が禅やってるようなものになっちゃうから、だから禅とかね、その瞑想してるような状態に近くなっちゃうんで、あ、これは便利だなっていうのがちょっとありますね。でもビジネスでね、ビジネスに役立つからやんなさいっていうのもちょっと情けないところなんだけど、情けないわけないけど、ね、そういうリーダーの方もいらっしゃるからね、ストレスがかからなくなりますからね、すごくね。ベルさん、自分で与えることができれば周りも自然と変わるのを最近感じます。今日は最初のところにね、あげるって話が出てきましたけどね。草津温泉とか行くとね、
おまんじゅう屋さんの人がね、おまんじゅうくれるんですよね。なんか知らないけどね、はい、食べて食べてっつってね、くれてね、そうでいただいて食べちゃうと、あ、なんか買おうかなっていう感じになっちゃうっていう感じなんですけどね。だからそれはいいかどうかわからないんだけど、そのあげるっていうのは大切だなと、人の心が開いてくるよね。まあ、それはちょっと極端例なんですけど、で最近だとね、あのコーヒーとかお茶は無料だっていうお菓子屋さんとかも結構あるんですよね。でそこ行って、まあ、飲むこともできるっていうね、うん、だからそういうのが広がってきてますよね。プリングさん、ここの学芸の先生が大変ゲートさん言ってるじゃないですか、なんでインカ来ないんでしょうかね。っていうかそう言われたってさ、あのまだ1回行き始めてみんな4ヶ月くらいだよ。だって1年かかってもらう人もいるしね、2年かかってもらう人もいるしね、いろいろして、しかもね、はっきり言っちゃうとすごいリスク、あの難しい状態でやってるんですよ。だって韓国人の方っていうのは韓国語分かった状態でやってるんですよ。で我々っていうのは、あの韓国の方が今教わってるわけだけど、その間に通訳が入ってやってるんですよ。だからね、微妙なニュアンスも伝わってないところがある可能性があるんですね。すごい、だからそういった点ではリスクがあるチャレンジでやってるんですよ。だからそこで取っていくっていうのはね、すごい大変なことですよ、はっきり言っちゃうと、うん、だから韓国人が取ってるのと日本人が取ってるのと全然条件が違うんですよね。でもここにいる先生の人たちっていうのはトライしてやっていて、で取るはず人が出始めてるわけですよね、うん、まだだからほとんどこの先生初めて2、3ヶ月とか3ヶ月とかそういう人たちばっかりですけどね。でそれね、すぐだ悟りをすぐ2、3ヶ月開けって言ってるもんでね、それはちょっと無理でしょう、はっきり言っちゃうとね、うん、ね、うん、まあ、そういうことですよね。インカもらったら自分の中の闇を一つ残らず浄化したってことですか。あ、それ違いますね。あのね、これあのはっきり言っちゃうと、あのね、ゲートさんのメソッドはゲートさんのメソッドだからね、あのそれはある種一つのすごく、洗練されたメソッドの一つです。でも世の中にいろんなメソッドがあるんですよ。例えばあのサイマーさんのメソッドもありますよね。これはエネルギー的に意識を高めていって、まあ、簡単に言うとですけどね、あのバイブレーションを上げていって高い境地に上がっちゃうというメソッドですよね。それはそれでそれもメソッドですよね。であと他のいろんなメソッドあります。例えばトラウマを取っていくようなね、ものスピーチャーカウンセリング的なもの、ヒプノセラピー、ね、あとシータヒーリングとかそういうものもありますけど、そういうのも重要なんですよ。多分ね、悟ったからといってその闇全部取れたわけじゃないですね。あの闇あってもそこまでいけると僕は思います。なぜかっていうと、その取るべき、そのやってるとこが違うからです。うん、やってる場所が全然、うん、だから併用効果の方がね、僕はすごいと思っていてね。だからここにいる先生ってのは併用してるんだよね。だからそこがすごいんですよ。他のところで取っちゃってるものがいっぱいあって、だから併用することによってね、一個一個のね、あの取るスピードが速いと思われるんですよね、実は。大体ね、応用は効くんですよね、他のところで何か極めとくとね、うん、だからね、ゲートさんのやつでだからもらったかって言って闇が全部なくなるわけじゃないですよ、うん、で、あくまでもゲートさんのメソッドっていうのはマスターマインド的なやつなんですよ。自分のマインドのマスターになるっていうメソッドなんですよ。ブッダと知ったかブッダって漫画があるんですけどね、ちょっと今下に置いて、うちの袋が今読んでるね、これないんだけどさ、ブッダと知ったかブッダって漫画あるんですけど、安いからね、例えば 100円とかでね、アマゾンとかでも中古でだとあったりするんだけどね。で、あの漫画とか読むと分かりますよ、うん、だから自分のマインドをマスターできてない人は、自分の心に惑わされてしまっていて、自分の心の家来になっちゃってるんですね、本当、魂が。魂が心の家来になっちゃってるっていう状態で、本当は魂が心を使わなきゃいけないのに、心にこう魂がもうなんていうかな、追い立てられちゃっててね、いつまでたってもこう、なんていうかな、落ち着いてないみたいな状態になっちゃうんですよね。そういう、それがね、心がマスターしてない人っていうのはいるんですけどね、それを完全にマスターするのがゲートさんのメソッドに近いですね。
だから一つだけやればね完全になるなんていうのはちょっとそれは違うしね。例えばゲイツさんのところにいる人たちっていうのもいろんな人いるんですよ。キリスト教の人もいればね、いろんな宗教の人もいるしね、仏教の人もいるしね。だから併用効果がすごい高いんですよ、そこのメソッドっていうのは。何かゲイツさんのメソッドをやっといて他のもやるともっとその性欲効果出るってことですね、だからマスターマインドをマスターしたからといって他の問題が全部クリアになるかって言ったらクリアにならないでしょ。トラウマクリアにならないから、マインドじゃマスターだからトラウマクリアするためにやっぱスピーチャーカウンセリングしないと、スピーチャーカウンセリングとか、ヒプノセラピーとかそういうのしないとなかなかトラウマクリアにならないですよ、ちゃんとあと自分を見ていくとかねしないと、だからそれはねやっぱやった方がいいんですよね、だからゲイさんのやつやったからって完全な人間になる、なれるっていうかそういうことではないんですよ。だから本当にだから柔道っていう例えば格闘技の中には柔道っていうジャンルもあるし空手っていうジャンルもあるしね。だから柔道ってジャンルでじゃあまあ黒帯もらいましたと、そういうことですよ、はっきり言っちゃうと。でだからじゃあ柔道マスターしたから、柔道でも初段もなったからじゃあ空手もやるかと、で空手でも黒帯取ろうってね、そういう感じでもあるわけですよ。だからいくつかで取っとくともっとこう本当の真実のところに行きやすくなるとも言えるわけですよね、だからそれだけ取って終わりっていうのはではないですね、と僕は思いますけどね、身体ボディマインドスピードの浄化が必要です、なるほどね、だからね、ここではね、これ1個だけ紹介してないですよ、僕は。本当に。だって、その1個だけ紹介したってね、それ万能ではないですよ。ある人、本当にね、まれにね、それだけやればもう、バーンってもう全部上がっちゃうって人いるかもしれない、それは。それは、99人1人ぐらい、100人1人ぐらいいるかもしれない。それはあるかもしれない。だけどね、他の人はね、やっぱり併用しないとね、無理ですよ。っていうのは、その人の心の問題っていろいろあるからさ、それだけじゃないんですよ、だからそれは気をつけなきゃいけなくてね、一つだけにこうどっぷりいっちゃうっていうのもちょっとそれは問題なんですよね、実は、確かにゲイさんのやつはすごく効果的なメソッドだし、僕も尊敬してますけどね、だからちゃんと使い分けることも必要だと僕は思いますね。だってどっぷりになっちゃったらほらまた自分がなくなっちゃうでしょ。そうじゃないですか。だって自分が主人公なんだから、自分が何を選ぶかって選べる力がなければいけないと思うんですよ。でどっぷりっていうのはやっぱりそれにやっぱり依存しちゃうとかね、そうなったらちょっと違うじゃないですか、行くべきところがね。でスピーチャーテレビでは依存を教えてるところじゃなくて依存から脱却しなさいっていうのを教えてるところだから、例えば金刑事もそうなんだけど、自分が自分の力で動けるようになり、歩けるようになりなさいって言ってるのがこのテレビだからね、それとは違うんですよね、だからね、だから本当にあんまりこうゲートさんラブみたいになっちゃってもね、あそれ違うよ俺って言っちゃうかもしれないしね、そうなんですよ。だからね、だから僕は併用してくださいって言いたいですね。そればっかり行かないでくださいと。だからゲイツさんの時にパレスチナも行っちゃうし、ねえ、ヤンタラジオさんも行っちゃうしね、本当にいろんなとこ行っちゃうわけですよ。だから、それはそれでいいんですよ。だから、それはそれだってね、全然ほら違うからね。いいんですよ。いろんなことすれば、いろんなこと体験すれば、人はね、一人一人違うんだから、その人がやりたいと思うのを体験するのが一番いいんですよ。だからおすすめはするけどね、ゲイツさんのメソッド、あ、これいいよと、いいよと、おすすめします。佐山さんもいいよと、おすすめしますよ、僕は。本当にね、だから、ヤンタラジオさんもいいよと、僕はおすすめしますよ、本当に。でも、全部いいよ、だから。全部いいんですよ。でも、だからね、一つだけどっぷりってのは、僕はちょっとねっていうのがありますよね、まあだからそういうのはおすすめしてません、はい、という感じですね、チョコリンコさん、そうですね、違和感がすっきりしてきました、
ある意味この番組からの依存もいけません。一時は離れて知れた情報をごく自身受信の現実に生かしてください。その代わりに他の視聴者を紹介してくださいあ、そうですね、それは OK だと思います。だからこのテレビね、ずっと見てる人もいるしね、ちょっと離れてね、でまた戻ってくる人ってもいるんですよ。それはそれで OK なんですね。っていうのはやっぱり皆さんが主人公だから、自分のね、自分が見たいと思ったら見ればいい。あ、もうちょっと今飽きたなと思ったら見なきゃいいね、っていうことです。だからここはね、だからなんか依存させる人たちを作り出してるテレビじゃないんでね、それ見ない、だから依存するんだったら見ないでくださいって言いたいとこです、はっきり言っちゃうと、うん、そんなのリーダーになれませんよ、依存してるようじゃっていうことでね、うん、まあ、リーダーっていうのは、まあ、とりあえずリーダーって言ってるけど、まあ、本当の自分主人公になるってことですよ。自分自身の主人公が自分でなってるかってことですよ。だから主人公ってのは誰も依存してませんからね、はっきり言っちゃうと。悟ってる人ってのは誰も依存してないんですよ、本当は。はっきり言っちゃうと。うん、だから、ゲイさんにも依存してません、全然で。依存してるとしたら、それはおかしいです、うん。悟ってるとは言えないですね。うん、まあ、参考にはするかもしれないけどね。うん、ただ、自分が自分の主人公であって、それをきちんとやってる人じゃないと、まあ、いい仕事できないと思いますよ。うん、ね、まあでもね、時代は変わってきちゃうんでね、多分ね、こう見てるとね、 NHK もね、純と愛でね、スピーチのネタやってますけどね、朝のテレビドラマでね、やってますけど、時代はそういうふうにどんどん変わってきてしまってですね、結局明治維新の頃と今も違うし、江戸時代の頃と日本って全然違うじゃないですか。だから江戸時代ったらたかだか150年前の話ですよ、まだ日本で言うと。その時みんなちょんまげ言ってたんですからね、ちょんまげ言ってね、町人でね、時代劇に出たようなお侍さんが刀持ってですね、着物で歩いてたんですからね。だからそれが今こうみんなよく来たりとかですね、いて、こんななんかね、マカロンとか食べてるっていうね、わけわかんないですよ、言っちゃうとね。で、その間アメリカと戦争したとかね、ロシアと戦争で勝ったとかね、わけわかんないこといっぱいやってるわけですよ。もう江戸時代の人から見たら信じられないですよね。だけど、今のからもそれぐらいどんどん変わっていっちゃうんですよ、世の中、どん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 。それぐらい変わっちゃうってことなんですよ、世の中ってのは。だからね、これから本当どんどん変わっちゃうんでね、それが本当スピリチュアル傾向の方にどん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 シフトするので、それはもう、ね、NHK でやってるようにですね、NHK もそろりそろりとやるんだよね、そういうスピリチュアルってネタをね、そろりそろりとやったりなんですね。朝 の, テレビドラマで超能力ネタっていうかスピーチャーネタやったっていうのは初めてじゃないですかね。ちょっと珍しいですけどね、うん、まあそういった状態ですよね。だんだんこう変わってきてるわけですよね、うん、まあそういうことなんですけどね。お、いなくなっちゃったなね。プリングルさんいなくなっちゃったの。あらららら、なんでなんで。ちょっと残念ですね。だ結局ね、人は何かを見たいと思ってるじゃないですか、何かの結果を見てみたいと。だからこのテレビにいろいろ質問してね、何かをここから引き出してやるんだって思ってもですね、引き出せません。だってそういうつもりでやってるわけじゃないから、うん、依存させようともしてないし、うん、申し訳ないんだけどね、うんね。だから、まあ、これは本当にね、ありがたいですけどね、これね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。なんか伊集院さんありがとうございます。もうちょっと、もう本当うちのテレビね、今お金足らなくてね、本当に寄付お願いしたいなと思ってるんですよ。だから俺、いや、なんだかんだで、まあ安いんですけど、エルサレムの方行くことになっちゃったしね。で、まだいろいろあるんですよ、また。インドのクンバメーラーも行くことになっちゃったんですよ、俺。でもこれはでもね、ちょっとここだけの話、まあちょっと、まあ本当にあれですよあれですよあれです、ちょっと航空券だけは自分で探検、取材で行くってことなんで、航空券だけは自分で探検いけないんですよ。そう、だからちょっとね、皆さんにちょっと お願いしたいと思うんですけどね、その代わりカメラでいっぱい撮ってきますんでね、よろしくお願いします。だからまあ、エルサレムというかね、パレスチナなんですけど、パレスチナからがご招待だからね、まあいいチャンスなんで、ちょっと行ってきた方がいいなということですね。
いろんな先生方に聞いたらですね、あ、小泉さん行ってきた方がいいよと言ってましたんでね、絶対過去生とかの問題が出てくるんであるからね、絶対行った方がいいと、短くても行ってきてくださいっていう話があってね、あ、プリングスさん来ましたね、ありがとうございますね。だからね、行った方がいいよって話なんでね、よろしくお願いします、うん、ね。ということでね、だから何かをちゃんと見つけたいと思ったら、やっぱり聞いてみるというか、素直、やっぱりこれ、ね、素直ってよく言うんですけど、素直っていうのは、馬鹿正直っていう素直って意味じゃないですよ。だから、本当にこれは正しいなと思ったことに対しては、一生懸命やってみる素直さですよね、うん。それを信じてね、やってみる素直さっていうのは大切だってことですよね。で、本当はね、うん。イスラエルのツアーは国から費用が出るんですか？パレスチナツアーはね、実はパレスチナ側が、実はパレスチナ側の滞在費全部持ちます。はい。そういうやつです。インドのダラヤマ法王の大学院も行くと面白いですよ。面白いですね。ちょっと行ってみたいですね、それね。インドのクマメーラ行ったらダラヤマのとこちょっと行ってみたいなとは思うんですけどね。もうあと、本当はね、日本国内にダラヤマ来てるからね、航空券は自分で出さなきゃダメですよ。それは出さなきゃいけないってことになってるんですけどね、そこまでは面倒見ませんって言われてます、うん、航空券さえ出せばあとあっちが全部持ちますと、うん、ね、そういう話ですね、うんうん、まあ、いろいろあるんですよ、あっちのバス代とかいろいろありますからね、うん、ですね、まあ、っていうか前ね、キリスト教のやつでね、エルサレムツアーとかのやつあったんですけど、50万超えてましたからね、ツアー代金、うん、それはまあ10日間ぐらいのやつだったんですけどね、うん、まあ、それぐらいかかるんですよ、うん、まあ、っていうことなんですけどね、うん、だから17万、まあ、比較的安いとは言えますね、あ、そうか、リスさんね、言ってくれば一緒に行けましたよ、実は。言ってたっけ、言ってくれればね、行けたんだよね、何人かね。うん、今から行ってみる行きたい人行ったら紹介しますけどね。実はパレスチナはね、ちょっともしかしたらアッバス議長に会えるかもしれないって話も実はあるんですよね。うん、パレスチナのやつは、パレスチナの建国記念式典の流れで行くやつで、だけどまあ、パレスチナ現状も、見てくださいっていう話で日本の友好使節団として行くんですけど、でまあカメラマンで撮っていいよって話があるんで、それで一生懸命私撮ってくるんですけどね、まあどうなるか分かんない、でもエルサレムも行ってみたいからっていうことがあって、どうなるか分かんないっていうね、なんですけどね、うん、でもまあ中東の方なんでね、あんま日本みたいにきちっとしてないのでね、まだ細かい連絡来てないって言ってますけどね、うん、ホテルのどこかってちゃんと言われてないとか言ってますけどね、まあいいやっつって、だってどうせ3日ぐらい前に決まるからいいやっつって、そんなもんですよ、うん、そんなもん、だから外国のルールってそんなもんだからいいんですよ、うん、だからもう慣れっこですから、日本だけがきちっとしてるからね、こんなさ、時間帝国に電車が来るとこなんてないよ、うん、世界に、これはビジネス環境としては非常にいいんだけどね、うん、でも今円高だからさ、まあ、なかなか支出もできないし大変ですよね、うん、なんで今なって円高でね、ちょっとインフレにしようなんて言い出したのかね、もっと早くやらなきゃいけなかったよね、ちょっとだからちょっとみんな気がつくの遅すぎちゃったのかもしれないしね、でもまあしょうがないよね、でもね、うん、まあ、円高だから今こう原子力発電止まってても、火力発電のね、やつが安く済むっていうのはありますけどね、うん、これが円安になっちゃうと火力発電の料金途端に高くなるからね、うん、ね、面白いですよ、うん、まあ本当アラーのお示しですよね、本当にもうアラーというか神様のね、もう神様に、もう任せますよ、もう委ねちゃってるね、うん、だからまあこのテレビやってますけどね、うん、でもカード引くとね、とにかくいいカードばっかりしか出ないのよ最近、このテレビについて聞くとね、いいカードばっかりしか出ないのよ、全然。だからどんどんやってなさいと。それからですけど、いや、どんどんやってないですけど、もうちょっと寄付入らないと困るんだけどなっていう。
キューハイだと全然俺動けないんだけどっていうね、うん、そう親の手前ね、お前はなんかこんなんやってるけど最近ちゃんと入ってるのかないとかって言われちゃうしねそれもちょっと困っちゃうんでね、うん、はい、ね、だからぜひね、あのちゃんと動けるんですね、ご寄付皆さんお願いしたいところなんですけどね、うん、よろしくお願いします。あの皆さんのねご寄付がですね、中東 費用とか中東取材とかね、いろんなところに生かされますからね、よろしくお願いします。あのやっぱりこう皆さんもぜひ、でもね、皆さんもぜひ行ってもらいたいなと思うんですよ。クンバメーラに関してはね、20万ぐらいだったかな。あ、じゃあ、サイマーさんのところに、ね、募集してもう、ね、終わっちゃったかもしれないけどね。うん、そういうのありました。それで、行けますけど、でもクンバメーラって言ってもね、ちょっと過酷だから、まずお腹壊す可能性がある。し、あれですよ、裸のサドゥーとかいっぱい歩いてますからね。おじさんたちがいっぱい。うん、裸で歩き回ってますからね、そういうとこですからね、ちょっと、とにかく人ばっかりみたいなとかね、そういうイメージありますけど、ちょっとどうなっちゃうのか分かんないですね、うん、一回 NHK でもね、それクマメラやってましたけどね、うん、やっぱ衝撃的な映像を撮ってきてと思いましたよね。まあ僕も体験がてら行ってきますけどね、うん、そう、1万円給付とよろしくお願いします。1万円が給付を、ね、本当お願いしたいと思うんですけどね、頑張って撮ってきますんでね、うん、これからもいい番組作りをしていきたいと思うんで、よろしくお願いします。本当に。一人一万円です。本当に助かります。本当に。ね。まあ、あと、まあ、だから、インドも行ってきちゃいますね。そうやって、ちょっと流れありまして、見ていきますけどね。本当に外国行きなさいって、本当に私言っておりますけどね。うん。外国行くとですね、やっぱり視点が広がるのでね。うん。ですね。ありがとうございます。寄付お願いよろしくお願いします。宝くじ当てていただいてね、当たりますようにって祈ってきますから、僕のサポートも入りました。ね、ということでよろしくお願いします。まあ、そういうことですけどね。うん、まあ、ということでね、こんな感じですけどね。うん、まあ、依存しちゃダメよっていうことですよ。うん、何にしてもね。自分が先生だから、自分のね、何度も言いますけど、自分の先生は自分なんですよ、うん、で、あと例えばいろんなものを紹介しますけど、ここのやつ全部やったからすぐ上がるわけじゃないしね、全部やんなくても上がるかもしれないんですよ、うん、それはね、その人のあれだからね。で、この宇宙っていうかこの世界にはいろんなね、チャンスが転がってるんですよ。で、それに飛びつくか飛びつかないっていうかっていうのはね、自分の問題であってね、自分がピンときたらそれに飛びつけばいいんだってね、いろんなチャンスが転がってます。まあでも、まあチャンスっても失敗も転がってるかもしれないんだけど、それは失敗は失敗で、失敗したっていう教訓残るから、それはそれでまたそれも学びになりますんでね、それもいいと思うんですよ、うん、だからね、果敢にこれだなと思ったらチャレンジしていただければと思うんですね、いろいろね、うん、だから今ね、ちょうどやっぱり円高っていうのはね、外国旅行行くのはすごくチャンスですからね、思うにね、ずっと円高かっていうのはちょっと思うところもあるわけで、日本がずっと円高なのかっていうのはね。で、いつか円安にまた変わるときあるかもしれない、160円ぐらいになっちゃうかもしれないです、1ドルのね。そうするとまたこう外国行くの難しくなったりするかもしれないし、あとまた逆にドルが本当に暴落していってですね、まあ、ドル相場では強いけどっていう感じになってますけどね。だからそれでいいのかっていうね、感じがありますからね、うん、だからまあ今ちょうど外国にはチャンスですからね。外国行って見聞を広げるのはチャンスですから、まあ、いろんなとこ行って見てきていただければと思うんですよね。まあ、ハワイでもいいしね、どこでもいいんですよ、うん、ハワイでもいいしカンボジアでもいいし、うん、本当に中東でもいいしアメリカでもいいし、どこ行っても勉強になると思いますよ、いろんな意味でね、うん、そうそう、欧米なんかも今欧米行くの大変だからね、欧米安いうちに行ってくるのは手だと思いますよ、うん、だから今のうちに何でも見てきていただいてね、今後日本がどうなってもいいようにですね、自分を鍛えておくっていうのは手だと思いますね。アベルさんどうもありがとうございます。ここでもアルマゾンで買ってるんだけど、ありがとうございます、助かりますね。
リュウサさん、師匠に対しても依存は良くない、まともな師匠なら弟子に依存はさせませんよ絶対に、ね、そうなんだよね。だからだからひどい師匠ってのは依存させんだよね、うん、いや私がいるから君たちは天国行けるんだよとか言ってみたいなねそういう先生いらっしゃいますけどね、どっかにね、うん、ねまあまあとハマっておりますけどね。でもそれ気がつけばそれはそれで勉強になると思うんだけど、うんね、気がつかないとやっぱり勉強そこにはまったままになっちゃいますよね。それはちょっと気をつけないといけないんですね。まあ、月のピラミッドを背景に番組やると、まあ、ちょっとインターネット環境があるかっていうちょっと問題がありましてね、ちょっと言ってる間ちょっと放送できない可能性はあるんですけどね、うん、やってみようとはトライしてみようとは思いますけど、ノートブックパソコン持っていくのでねトライしてみようとは思うんですが、できない可能性が高いのでそれはご了承ください、うんね、という感じになります。ということな字なんですけどね、うん、まあ今日の話は依存してはいけないよって話とかですね、結局ね、うん、まあね多分そうピラ、まあ、ないですピラパレスチナには、まあ、ピラミッドというか石の神殿とかですねあるのはね、うん、なんか教会とかね、うん、あれかなあれなのかな、インディ・ジョーンズでこう出てきたね、最後の聖戦じゃない最後の聖戦かな、出てきたなんか聖杯が置いてあった寺院があるじゃないですか、あれとかあるんじゃないですか確かね、うん、エルサレムは行く予定でいます、行く予定もいるんですけどちょっとどうなるかはちょっと分かんないんですね、ちょっと1日しかないんですよ行ける予定がね、みんなで行こうとは言ってるんですが、うん、まあ、ちょっとイスラエルとパレスチナの関係はまた微妙な関係ですよね、うん、アークあったら面白いですね、うん、アークの地図でもいいよね、うん、その地図もあったね、剣山に日本の剣山にありますとかねこれちょっと小ネタなんだけど、うん、そういう地図だったりとかね、そしたら面白いですけどね、うん、そうですか、20時間中継されてるんだ、うん、なるほどね、見ていきたいと思います。まあ前エハンデラビーさんがね、まあ、でまあ僕も回答してて行っちゃうとこもあるんだけど、エハンデラビーさんがその嘆きの壁の前とかね行ってですね、そこで喧嘩してる映像とかあるんですよね、異教徒同士がね、でそういうの見てるとね、ああもう宗教ではないねっていう話をしてたと思うんですけどね、宗教じゃないと、だから何かを信じて助かるとかじゃなくて、やっぱ自分なんだよね結局、うん、ね、うん、まあいう感じですよね、うん、辻さんになると主張されていた方は辻さんじゃなくて今は忍徳天領になると説がありました、あそうですか、まだ辻さんって言ってる人もいると思うけどね、でもねまあいいや、まあ忍徳天領になるかもしれません、うんね、でも忍徳天皇陵か、忍徳天皇陵ね、うん、なるほどね、まあいいね、うん、まあそういう感じですかね、まあだからまあうん、あんまりね不思議なことに走っちゃうとね、また違うとこ行っちゃうとこもあるんですよね、だから本当はスピリチュアルとかね、なんか不思議なものとかですね、だから霊能力とか不思議なものだと思われてるじゃないですか。そうじゃなくてね、まあ実際にあるものなんだけど、うん、そうじゃなくてそれをどう使うかっていうと、自分の成長のためにちゃんと使っていかないとね、意味ないんですよ。ただね、面白いからね、この不思議な話が楽しいからとかね、言って聞いてんじゃん。SF とかさ、ファンタジー小説読んでると同じになっちゃうからね。それは全然意味がなくて、まあでもその、楽しみたいっていうんだったらそれは意味は達成してるかもしれないんだけど、そこ行っちゃってもまたまずいんですよね、うん、だからあんまりこう不思議な話にね捉えてもまたまずいとこがありましてですね、うん、あるんですよね、うん、
RV っていうのはリモートビューイングのことで、あの遠隔投資みたいなやつですね、簡単に言うと、うん、あそこそこ、まあいいや、リュウサさんの設定ばっかりしたってあれなんだけど、リュウサさんはほらよくテレビで出てくる、出てくる FBI 捜査官のロバート・マクノー、ロバートなんだっけ、マクノー、マクノーチじゃなくて、すいません、マクロービルなんだっけ、そのような方と一緒にやってる人です、実は。うん、あのね、このテレビ、先生方見てるんでね、あのいろんな先生見てるんで、あの、さりげないとこにすごい先生いるんでね、困っちゃうんですよ。下手なこと言えないっていうね。うん、でも、皆さんね、すごくて、本当にこう、すごい能力持ってる人いっぱいいるんでね、面白いですよ、いろんな皆さんの話聞くとね、うん、あと例えば、まあ、ここでもあれなんだけど、先生方のアフタートークとかも実はやっててね、そこだともういろんな能力の話とかいろいろ出てるとかしてますからね、うん、うん、ね、このスピードだったら言えるけど FBI とか嘘だって意味が分かんない、うん、あ、そう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 、それね、それ、そう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 、それはそう、スッパーさんですね、そうなんですよね、うん、まあ、だからまあでもそういう能力はある人はあるっていうだけでいいんじゃないですか。だからあと本当に悟りの方に行きたい人の場合はね、自分の性質を上げていくっていう方に行きたい場合は、超能力に引っかかると結局ね、成長しなくなっちゃうんでね、結局、うん、そういうとこ問題もあるんですよね、うん、ちょっと話が分かんない、徳川さんの分かんないという話がね、ごめんなさいね、まあということでね、うん、まあ今日はこんな感じでいいかな、まあということで依存しないでね、自分になってくださいってことですね、うん、ね、どうしようかな、うん、まあでもね、思うけど人間はね、どこいてもね、あれですよ、自分のことをしたいことを本当にやってればそれでいいんだと思いますよ。あのね、多くの人がね、例えばに人間の尺度でね、こうあらねばならないって言ってるけど、それは日本人の尺度だったりするじゃない、この今日本で言われてる尺度っていうのはね、それはそれでまた日本国内では通用するんだけど、アメリカとか行ったら通用しないし、韓国行っても通用しないし、そのアフリカとかその、ね、アマゾン行っても通用しないんですよね。だからそれが本当にそれが正しいかっていうのも考える必要があると思うしね、うん、だから結局何が幸せかとかね、自分で決めてってもいいと思うんですよね。だから誰かに何とかって言われようがね、自分はこうやって生きるんだって生きてもね、別にそれはそれで問題はないんですよね、うん、と僕は思いますね、うん、そう、そうしないとやっぱりパワーが出ないよね、本当は、うん、誰かにここだって、こういう生き方がいいんだって言われてね、やっててね、それはそれでまあそうかもしれないけど、いい子を演じちゃうっていうのがあるんだけど、実はね、僕もこの問題をクリアするのにちょっと時間使ったんだけど、例えば親とかにね、いい子になりなさいとかってこう育てられるじゃないですか。そうするといい子になりなさい呪縛っていうのが入っちゃうんですよ、マインドコントロールに。で、あの別に悪い人になるわけではないんだけどね、実はいい子にならないからといって悪い人になるわけではないんだけど、
そのいい子になりなさいっていうことが呪縛のように聞いてしまって、その枠から出れなくなってしまうってことがあるんですよ。そうするとね、結局その人の、まあ、大リーグボール養成ギブスをつけてるようなもんでね、動きづらいわけですね。実は本当はその人の魂の本当の力が出なくなっちゃうんですよ。だから人間っていうのはね、マインドコントロールっていうのはその人が受け入れてしまうとそれがマインドコントロールになっちゃうんですよね。でそれを探して取っていくっていうのもね、このスピーチュアルカウンセリングとかね、こういったものの重要なポイントなんですよ。だからいろんなものがマインドコントロールされていて、それが自分に引っかかぶってる場合、それを取っていかないとね、いつまでたってもその人の力って出ないんですよね、だからね、スピーチュアルカウンセリングとかね、シータヒーリングだとか、ヒプノセラピーとか受けてくださいっていうのはね、そこなんですよ。自分の持ってるそういった問題、ここのトラウマだとかね、マインドコントロールだとかね、それを外しとくことができるんですよね。そうするともっとどんどん力強くなってきますからね、皆さんがね、本当に自分の人生を生きることができるんでね、そういった人に仕向けられてしまった自分ではなくて、本来の自分に戻りましょうっていうことなんですよ、言いたいことはっていうことですね。はい、ということでね、今日も、ありがとうございました。今日はここら辺で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。リュウサさんどうも、いろいろね、革命ありがとうございました。質問いっぱいくれたプリングさんありがとうございます。ベティさん、カツさん、KKY さん、プリンさん、紫さん、ベルクさん、ラコさん、リマさん、リュウサさん、レイナさんありがとうございます。だから、プリングルさんね、だから思考実験のレベル出てないね。だから残念ですよね、思考実験しても何も解決しません、はい、だから僕ここでは別に竹島の問題とかね、日本の問題をやってるわけでもないしね、それはそういうことをやりたい人がいればいいんでね、もう悟った人の感覚はボーダーレスだからそんな話自体も出ない、だって例えばね、いや韓国にも生まれたことがあって、日本にも生まれたことがあって、中国にも生まれたことがあってね、だから今度生まれるの中国、あんた中国なんだけどねみたいなさ、で取ったと捉えたなんかやったって何の意味がない、中国人にもあんた今度生まれるのは日本なんだけどねっつってね、ちょっと取った捉えなんてなっても何の意味がないんだよね、だからそれ自体考えもしないね、もうだから、何の意味もないんだもんだから視点が高い視点にあるっていうのは、低いレベルだとさ、結局国境線がとかさ、自分の国がとかっていうね、あと自分の地域がとかさ、自分の会社がとかさ、自分の家庭がとかさ、でそういうエゴの延長線なんですよ全部、でもそれは大切なことでもあるんだけどね、それはやっぱ立ち行かなくなっちゃえばさ困るからね、会社とかもね、家庭もそうだし、だけどそれが過度に働くと、集団エゴっていう形になってしまうんですよね。で集団エゴ、悟った人っていうのは集団エゴっていうのがあんまりなくなっちゃいますからね、集団ってエゴっていう感覚がなくなっちゃう、仲間意識はあるかもしれないけど、ね、いや、やりたいことがシャー取りたいということだとしても、普通に戦争はあると思いますけど、シャー取りたいってのは分からない。まあ、ということでね。だから、あと、だから、その人の視点によってやりたいこと違うんですよ。だから、ね、ここまで石原俊二さんの話聞いたけど、石原俊二さんがやりたいことがあるわけじゃないですか。それは本人がやりたいんでね。本人のあれなんですよ、結局ね。だから、巻き込まないでほしいねと言いたいですけどね。いろんな意味で巻き込まれたからね、日本人もね。だって、彼が土地買うって言ってからさ、尖閣諸島の問題表明化したんだからさ、責任ない方は責任あるよね、はっきり言っちゃうとね。だから、問題あると思うしね。でも守るとか守るってのは必要だと思いますけど、
ね。だからまあやりたい人はやるっていうことでいいんじゃないですかね。だから、だからなんていうのかな、やりたいと思ったらやればいいんですよ。うん、シェアね、うん、シェアもね、シェアシェアってやってるとね、おかしくなっちゃう会社いますからね。だから、昔キリンビールが一番シェアあったんだけどさ、そのまたシェアずっと持ってるとね、結局やっぱりいつかひっくり返る時があるのね。あぐらを変えちゃうとか、あと東京電力もそうでしょ。東京電力だってさ、そう、つまり電力会社ってのはほとんど独占企業じゃないですか。でそれであぐらをかいてるとさ、やっぱりなんか怒っちゃったりするんですよ、どうしても。だから人間っていうのはね、慢心した時はすごく怖くて、その人がねこうその時に怒っちゃうんですよ結構。まあ会社もそう、団体も、団体もね、慢心するとね怒っちるんです結構。だから今までね、ここの会社だったら安泰だとかね、すごくシェア持っててっていうけど、例えばいろんなケースがある。今回のね、こうまさか 原発がみたいな話でしょ。でだけど東京電力がひっくり返るとは誰も思ってなかったわけですよ、うん、こんなふうになっちゃうなんてね、うん、であとソニーもあれでしょ、こういうふうになってきちゃったし。だから永遠なものってのはね、存在しないんですよね、うん、だから市場ね、市場占有率を上げればいいってもんじゃないからね、まあ、ある程度はしょうがないかもしれないけど、あまりそこに目くじら立てるとね、怒っちゃう時あるからね、逆にね、うん、そういうとこがあるんですよ。だからある人なんか市場占有率より自分のところの製品がいかにいいものを作ろうかって考えることを目標としてるんですよね。そうすると落ちないんですよ。で市場占有率っていう意識になっちゃうと落ちやすいんですよね、うん、だからそれは市場占有率っていうのはそれは勝つことであって、お客様にいいもの情報ものを提供しようという姿勢ではないからね、うん、それは気をつけないとね、足すくわれるんですよ、うん、だから知らず知らずのうちに競争に入っていっちゃうと、競争じゃなくて自分のものを高めるっていうことで皆さんに認めてもらうっていう方向性でずっといかない限りいかないと、いつか足すくわれちゃうんですよ、うん、わかります。だから例えばそうですね、独占企業的な状態になってくるとね、非常に変なことするんですよね企業って。例えばまあちょっと、M ドナルドさんがね、例えばね、ハッピーセットとかでこう買うと下にこう紙ついてくるじゃないですか、なんかトレーの上にね、そこに食いマックで食育って書いてあったとかね、こう見つけちゃったんだけど、ね、マックで食育ってどういう意味なのかなって、すごい悩んじゃった。マックで食育ってどういう意味なんだろうってそれはマックを食べてくださいっていう食育をしようって意味なんじゃないかなとかねだって食育ってものがその揚げ物だとかそういう体に悪い製品を食べないようにっていうのが食育でしょっていうので食育始まってるんだよね。それを自分の製品のために言い換えちゃう力ってすごいなって僕ちょっと思いましたねだから結構すごい、だから独占企業ってのはなかなかすごいことするんですよ、うん、本当に、ね、まだそこから、そこで満足してないわけです、その企業っていうのはね。だから樽を知るっていうのがないわけ。佐藤としては樽を知るっていうのを知ってるので、ある以上はしないんですよ。だから自分が食べるものだけを食べてるんだったらそれ以上しようとは思わないのね、基本的には。なぜかっていうと、それは誰かのものを取ってしまうことになる可能性があるじゃないですか。だからそれはしないんですよ、うん、ね。資本主義では競争しない会社は滅びるかもしれないですね。競争というのはしない。あとね、資本主義自体がもう壊れてるから、次は資本主義じゃないからね、うんうん、もう壊れてるから、社会主義がなくなった時点で資本主義も壊れてるんで、うん、だから資本主義ではね、このままうまくいかないんですよ、なかなか今後はね、うん、多分ね、うん、そうそう、今この勝さんが言ってることの方が正しいです。企業は人々のために仕事をしてお金をいただいているときは栄えるけど、その方向性を見失って企業の儲け優先になったときに儲けなくなっていくのではないでしょうか。その通りなんですよ。こういう現象が起こるんですね。
だからこれは東京電力もそう、はっきり言ってそうなってました、うん、まあ一人一人全員がそうかっていうのはちょっと微妙なんですけど、慢心してなかったったら僕は慢心したと思いますね、多くの社員が、うん、あのそういうとこある。あとだからそういったね、独占企業はね、そういうなんか変なこと始めるとね、本当になんかおかしくなってくるんですよね。あのだからそうするとね、やっぱりどうしてもあの安全弁というかね、社会的ななんかが起こるんですよね、起こりやすいんですよ、うん、と僕はね見てますけどね、うん、だから慢心した企業は長くないです大体ね、うん、例えば慢心するとさ、じゃあ例えば食品とかでもそうだけど、慢心して市場占有率が7割ぐらいになってきたらさ、うお、そっかそっか7割になったか、じゃあうちの製品あげようかみたいな話になったりとかね。あとひどいところになるとね、うんと例えばそういう調味料のメーカーがあるじゃないですか、調味料がね、こういうかあのどうやって消費を上げるかって話を考えた戦略会議があって、じゃあ穴を大きくしましょうって話があって調味料のね、でこうやってシャッシャって売るのは回数変わんないじゃないですか、で穴を大きくしたらいっぱい落ちるじゃないですか、穴からちょっと早くなくなるよって話でね、穴を大きくしちゃったとこあるんだよね、うん、そんなことやるとね、あの人からね、あのあああの企業はそうなんだねって見てる人は見てるしね、うん、でだんだんそういう慢心したものがどんどんどん出てくるんですよね。だからそしたら問屋への締め付けが強くなってきたりとかね、その問屋もね、あの企業のやつはしょうがないから扱ってるけど、ね、7割だから扱ってるけどっていう話になってきてね、で何かあった時に助けてくれない、例えばもうその調味料にしてもライバル企業が出てきてちょっと美味しいの出てきちゃったと、でそれがどんどん売れてきちゃったと、売れてきた時にね、いや今までの付き合ったんですからよろしくお願いしますよって言っても、問屋はね、いやあんたんとか頭でね、あの今までね倒産しましたんだからそんなに一生懸命できませんよと、そう言わないかもしれないけどね、言わないかもしれないけど、実はその新しい商品のね企業の方がもうね一生懸命営業マンも来るし、じゃあそっちのやつを入れましょうかみたいになってきちゃうとこありますよね。うん、ね、なんでワンネスにこだわるのかな、よくわかんないけど、うん、この番組の前原、オンネステレビができれば、小野さん、競争にさらされて、ここも発展していきます。ですか、うん、まあ、そういうのもあるんですけど、だから、切磋琢磨っていうのもあるんだけど、結局ね、思ったんだけどね、ほら、全部競争にプリングルさんしようとしてるでしょ。それは、今の人の悪い癖なのよ。その人が、いいと思えばいいんだよね。うん、そういうふうにマインドコントロールされちゃってんのよ、みんな。プリングスさんも含めてね。まあ、大きくなるっていうのはまたそれはそれでいいんだけどね。それはいいと思うけど、まあ、大きくなると、ほら、費用対効果というか、何かするにも楽になるからね。大きい方がね。うん、できる、大きいとできることってもいっぱいあるんですよ。例えば、ここだと小さいからね。僕は編集か何か全部やらなくちゃいけないとかね。そういうこともあるわけですよ。でもそれが分業になってね、ちょっと楽になったりすることもあるかもしれないんだよね。それはあるんだけどね。だからある程度の大きさっていうのは必要なんだけど、その、競争でやるとね、結局ね、内容がね、っていうか、あと NGO だしね、NGO 競争してどうするんだって話なんだよね、あとね。こういう世の中のためにいいことやるんだから、じゃあ他のテレビ出てきても、じゃあいいことやりましょうよって話だけなんだよ。ね。じゃああっちがいいことやったらこっちもいいことやりましょうの話だけなんですよ。だから例えば国境なき医師団とかね、日本赤十字とかいろいろあるけどさ、それからみんな NGO だとかそういうことでいいことやっててさ、それでぶつかってるかって言ったらぶつかんないでしょ、それ競争じゃないでしょ、うん、だから競争じゃないのよ本当は、実は競争っていうのは結局その人の中にある、心の中にある自分はずっと何か足らないんだ、これしないと僕は負けてしまうんだ、怖さがあるわけですよね、恐怖だとかね、そういうものがいっぱいある、それで競争になってる、相手をやっつけてしまう、そこより大きくなってしまうっていう話になるわけですよ。でもね、そうじゃないんだよね、内容をいいものをしていくってことがすごく重要なんですよ。どうなんか途中からね、日本の企業もおかしくなっててね、石田梅岩さん知らないですかね、大阪の石田梅岩さんね、とか
商売っていうのは相手が喜んでもらって初めて利益をもらえるものですよという話があるんですよね。でこれはここは本当は利益を出すところではないんだけど、まあでもまあお金入ってこないと困っちゃうからね、それは寄付はお願いしたいと思うんだけど、過度に儲けようとは思ってないからね。だからここはここに関わってる人がちゃんとお金が回って食えればいいと思ってるだけだからね、それだけあればいいんですよ、はっきり言っちゃうと。そうすれば本当にこのテレビはいいんですよ、それで、うん、だってそれ以上儲けても意味ないもんだって。だからお屋敷住みますか、例えばベンツ乗りますかっていう、それで何の意味ありますかNGO で何の意味ないでしょう、うん、だベン例えば僕はベンツ乗ってね、例えば、まあ、カウンタックでもいいけどさ、カウンタックでも乗ってね、走っててね、世界の人がね、平和なんだったらやりますよ俺喜んで。別にでもそれ何の意味ないでしょ、うん、ねえ。だからその罠にはまってる。だから僕これマインドコントロールの話をしてるけどさ、マインドコントロール、自分がマインドコントロール受けてることさえ気がついてない人っていっぱいいるんですよ。それは自分が受けたマインドコントロールじゃないんですかってことですよ。ね、だからそれは子供の頃言われてらそうなりますよね。日本は資本主義の国でね、こうやってやって頑張ってやるんだとね、うん、って言われてらそうなっちゃうかもしれないね。悪いとは言えないんですけど、うん、でも自分が、一番悲しいのはね、自分がマインドコントロールされてないっていうのに気づかないで、それで盲目的にそれをやってるっていう場合ですよね。どうしてファンが増えるのですか、バンズとかの乗っか、うん、だからベンツのベンツでご乗ったファンがいますよ、みんな。いやーそうですそうだからね、だからいやそういうの好きな人はファンもいるかもしれないけどね、うん、でもあんまりちょっと意味がないですよね。ああ引き寄せとかね、うん、じゃあプリングさんも ありがとうございます。私にベンツを送っていただけると助かります。ほんとそうするとね、私喜んでおります。引き寄せましたってことで、でね、それもありですけど、うん、ね、うん、声聞こえない、あれおかしいな、ちょっとお聞きしてみて、はい、ちょっとお聞きしてみますけどね、うん、まあね、どうでしょう、声聞こえますかね、ちょっと今お聞きしましたけど、少し小さいって話もあったんだよね、うん、ちょっと音が調子悪い人もいるみたいですね、最近ね、ちょっとシステムがほら、スティッカーもほら、古いのになっちゃったじゃない、だから、うん、ちょっともしかしたら、音悪い人出てるのかもしれないなと思ってるんですけどね。うん、そうだからちょっと一部の人だけ出てるみたいな感じがするんですね、うん、これあベティさんはそうそうなんですよ。だからね、悪気があるわけじゃなくて、自分用に大きく出してるんです。で多分ね、この実はこの下のところでフォントの数を大きくしといてチェック入れておくと全員のフォントがでかくなるんですよ、自分のところにですね。その機能を使ってるはずなんで、だから書くときも同じ大きさになっちゃうんで、ベティさんのやつはちょっとね、目が悪いということでご了承ください、それはね、うん、そういうことなんです。だから書くと大きい字で出ちゃうんですよ、うん、こっちも出ちゃうんです大きいの、うん、まあね、昭和30年代とかね、わかるけどね、うん、でもね、まあそのね、プリングさんが言ってるのは分かんないところはないところもあるんですよ。例えばね、ある人の層だとそれが効くときあるのよ。例えばね、ロレックスの時計をしていてね、こう金ピカなものなんかつけててね、で社長がいるとね、信じるんですよみんな、なんかそれはその人、その人をどう見てるかの人の心の問題なんですよ。
それはお金がある人にはついてけって思ってる人はいるんです、実は世の中には。だそういう人たちにはそれは有効なんですね、うん、だからそれはプリンスさんが言ってることは間違ってないところもちょっとあるんだよね。だけど実際問題、今お金基準で動いてる人の場合だと結局ここの基準じゃないんだよね、うん、だから心基準にしてこいよって話なんですよ。要はあの本当は心基準じゃないとうまくいかないよって話なんですよ本当は、うん、だから、まあ、会社もね、だからさ、そうやって慢心があってわーってでかくしてるけど、いつまでそういうとこやって持つかって分かんないですよ。例えば今ゲーム会社いっぱい出てきてますけどね、携帯系のね、あれもね何年か経つとずっと残ってるかどうか分かんないですよ、はっきり言っちゃうと、うん、今はすごいね、飛ぶ鳥を落とす勢いでやってるけどね、人は飽きるものですからね、うん、ね、そういうとこもあるしね、うん、で、あと逆にちょっと前に例えばゲーム業界でね、すごいって言われたとこもみんな今スマホのゲームとかに流れてしまっていてね、すごく普通のゲームの売り上げが下がっちゃったじゃないですか。だからそういうとこももう第一線でこうね、やってるような感じじゃなくなっちゃったわけですよ。だから企業なんていうのもね、いつまでもずっとあるもんじゃなくてね、なかなか難しいんですよ本当に、うん、だからそういうのはね本当に慢心すると起こりやすいしね。あと僕がなんでゲームプログラマーずっとやってなかったかっていうとね、子供に砂糖をあげすぎる商売だからです、うん、ちょっと かっこいいこと言ってますけどね、ちょっとかっこいいすぎると思うけど、じゃあちょっとそれもちょっとまずいなと思ったんですよ、うん、いろんな意味、まあ、いろんなねあれあったけど、うん、結局この商売っていうのは本当に子供に砂糖をだんだん食わす商売だなと思ってね、ゲームプログラマーっていうのはね、うん、と思ったところもちょっとあります、うん、だからねやってりゃ億万長者かもしれないけどね、うん、だから残念だから、ここはほら緊急持続だからね、その20世紀的なあの考え方っていうのはここではしてないんですよ、申し訳ない。前もリュースさんも書いてくれてるけど先行ってるんでね、うん、そのこのだからここで言ってることっていうのはもう例えば10年後20年後常識になっちゃうんですよ本当はそう、その時はこのね緊急時期見なくても多分大丈夫なんですけど、でもまだ知らない人いるからね、こうやってテレビやってるんですよねそれだけの話なんですよ、うん、だからね、だから20世紀の常識はもう通用しないので、はっきり言っちゃうと、うん、そういうことです、うん、ね、そういうことなんですけどね、うん、だからまあ競争というのが分かんないけどね、オートバックスとかね、イエローハットとかのね競争というのか分かんないけど、あそこら辺のサービス合戦っていうのはちょっとまあその競争すること、競争か分かんないけど、両方ともこう高め合うことによって良くなってる例ですよね。例えばすごく丁寧な、ね、応対をするとか、非常にこうサービスのレベルを上げてきてますよね。例えばあと、まあ、あとワタミから始まったね、そのサービス競争ですね、こうおしぼりをね下にこう 下からこう出すとかね、そんなねサービス始めましたよね。でそういうところからねやっぱ良くなってるところはあるんですよね。だからお客様のためを持ってやっていくってことが基本にはあるわけですけどね、うん、でもそれが結果的にライバル企業のレベルも上げるっていうねとこはありますね。そういう点ではそういう競争っていうのはいいかもしれないですけどね、うん、まあそれだけまあ厳しいとも言えますけどね、うん、だからなんでサービスすごくなっちゃってるかっていうと、結局同じもう日本の製品はどうでもいいみんないいもの多いんで差がないんですよ、あまりどこで買っても。そしたらサービスの差しかなくなっちゃうんだよね。そうするとサービスがいいところで買おうってことになってくるわけですよね。だからサービスの競争になっちゃうってところがありますけどね。でもねサービスの競争もやりすぎてもちょっとおかしくなるところもあり得るからね、それはちょっとやっぱ気をつけないといけないなと思うんですけどね。サービス過剰みたいな感じになっちゃってね、うん、で従業員がこうもう疲れてもうやらなくなっちゃうみたいなね、
できなくなっちゃうみたいなねところに出てちゃうかもしれないからね、うん、まあでもなかなか難しいですけどね、うん、まあでも、まあ、今の資本主義のシステムっていうのはコマじゃもう持たないですからね、うん、本当にもう持たないって分かってるんで、まあ、しかもアマゾンの木なんか切られちゃってね、もう世界のさ空気の3分の1をアマゾンでさ作ってるのにさ、もうどんどんアマゾンの土地切ってるもんだから、どんどん酸素がさ作れなくなってさ、もう実は間に合わないって言われてんだけどねだから人間の吸う酸素はね、もう酸素の量は足んないんですよ、足らなくなるんですよ絶対私たちが生きてるうちは大丈夫かもしれないけどね、うん、このままだとね、うん、そういう感じなんですよ、うん、それだけ人間のエゴっていうのはね、そこまでやっちゃってるんですよね。で、それの大いなる原動力になってるのがやっぱ資本主義ですね、うん、だからどんどん切って牧場にしていってね、木も売っちゃってアマゾンの木切ってるんですけどね、うん、だからそういうね、だから自分さえ良ければってやってると、みんなが後で気がついた時には死んじゃってんだよね。あ、空気なくなっちゃったみたいなねこれ誰がやったんだった、いやあんたも木買っただろうとかね、いやあんたも牛肉食べただろうみたいな言ってもね、いや牧場主が木をアマゾンの木来たのが悪いんだって言ったってね、死んじゃったら元も子もないからね、みんながね、うん、そんな感じですよね、うん、まあ、そんな状態ですよ。だからそれよりはね、それをなる前にストップしようってことでね、このテレビは頑張ってるわけですけどね、うん、まあ全ての人がね、そのなぜ競争するのかっていうところに目を向けないとダメなんですよ。競争だから樽を知るって言葉はありますけどね、悟った人は樽を知るなんですよ。基本的に過度なことはしないんですね。だってその意味が分かんねえ悟った人競争する意味が分かんねえ、うん、競争してる、競争するってあなたの心が弱いから競争してるんでしょって話になっちゃうんだよ、うん、本当はね、怖いからとかね、うん、本当に強い人は競争なんかしないんですよ。みんながね、みんなが幸せになるのはどうしたらいいかって動くだけだからね、本当に強い人はね、うん、だから一部の人だけまあこれも誰だっけな、マザーテーサかな言ったんだっけな、うん、ダレラマだっけ言ったのかちょっと忘れちゃったけど、この世の中にはね、本当に貧困な人たちがいますと、それはもっとください、もっとください、もっと儲けさせてくださいって言ってる人だと。だからアメリカでさ、富の、4% の人は、あれ ?90% が持ってない ?80% 持ってないっけ、あ、もうちょっと忘れちゃったな。すごい数なんだよね、それね。うん、だから ほんの一部の人がほとんどの富を持っちゃってるんですよ、アメリカの場合。ね、それで幸せになってるんだから一部の人だけなんですよ、実は。うん、ね、分ければ足りるっていうのは話があるのに、分けないんですよね、実はね、うん、それで資本主義は正しいって言ってるんですよ。それは資本主義が正しいっていうのは、彼らが自分の、うん、自分たちだけ儲かれ、安泰になるからってことで言ってるわけですよね。そういう罠にはまってね、多くの人が資本主義は賛成だって言ってるんだけど、うん、まあ、これ別に共産主義者の番組でもないしね、僕もビジネスマンのメンタリティ知ってるからさ、全然そっち側の人のね肩を持つんだけどさ、資本主義を超えたところにやるよってことです。今度の次のレベルがね、社会主義も資本主義も超えた次のレベルに行くよってことなんですよ、これからの世界がね、うん、それに気がつかないとまたこうちょっと違うところ行っちゃうよって形なんですよね。であと時代的にその偏った考え方っていうのはどうしてもね、さっきの東電とかじゃないんだけど、どうしても失敗返しが出ちゃうんですよ、この時代っていうのはすごい厳しいです、はっきり言っちゃうと。だからそれをどうしても最後はそのしっぺ返し的なところで学ぶのか、早く気がついて自分で変えることによってそれを起こらないようにするかっていうのはね、選択できるんですよ、今の段階だとね。だけどそれに気がつかなくて、選択せずにですね、
同じまま行っちゃうとどうしてもそこで失敗会社が来ちゃうんですよね。でも今は別に変えなくてもいいですよ、その無理にはね。だからその時に気がつくから、あ、そっか、その時に気がつきやすいでしょ。あとそれになりやすかった時に、あ、この金経塾見てて、あの時こんなこと言ってたなって思い出すから、それで OK なんですよ、うん、でそしたらもしかしたらそこで対難になりそうなやつが中難とか小難で済むかもしれない。それでいいんですよ、うん、ね、あんなこと言ってたなと、そういうことなんですよね。だから自分たちだけが得しようとかいう方法はこれからうまくいかなくなりますね、うん、はい、ということでね、ちょっと長々喋りましたけどね、ここら辺で今日も終わりにしたいと思います。また今日も見ていただきましてありがとうございました。そうですね、次回は何のあれすぐ分かんないですけど、また緊急事件やろうと思うんですけどね、よろしくお願いします。今日もね、たくさん見ていただきましてどうもありがとうございます。それではまたお会いしましょう。さよなら。あ、でもすごいね、50人超えてるのね、やっぱり。ありがとうございます。いや、ユーストとね合わせるとね、うん、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。